はい。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、モルツのサマードラフト。夏の爽やかな余韻。サントリー。限定醸造です。これセブンイレブンで買いました。天然水仕込みの、まあ、生ビールです。ね。長いこの 500ml のしか売ってなくて、まあ、仕方ねえかと。いうことで、まあ、買ったわけです。まあ、モルツはね、通常のモルツは、結構俺好きなんですが、瓶のやつがね、販売終了してしまったので、ちょっと残念なんですが。ね、モルツザドラフトっていう、劣化モルツになってしまい、ちょっと残念なんで。わけです。モルツサマードラフト。麦芽 100% による麦の味わいと夏らしい爽やかな余韻で爽快な気分になれるモルツの夏限定ビール。コンビニ限定らしいです。あ、これあれだ。ちょっと柑橘系のやつ使ってますね。うん、らしいです。どっか書いてないかな。書いてない。まあ、ネットの、ショップページを見ますと、柑橘系の爽やかな香りが特徴のシトラホップを一部使用。となってます。うん。柑橘系の香りがするホップみたいですね、これはね。これ飲んだ、なんだか、ね。うん。うん。このほのかに、なんか、香りがね、やっぱり、爽やかな。ちょっとオレンジっぽい。うん。香りがいい味出してますね。うん。ただ味自体はちょっとコクは薄い。うん。コクは薄い。うん。うん。微妙だな。まあ、でも、まあ、このシトラホップっていうのは結構、希少でですね。うん。結構珍しい。俺が前飲んだ中で、うめえってなったシトラホップ使ってたのは、あれ第3のビールでしたけど、なんだったかな？忘れましたけどね。なんだったかな？あれすげえうまかった気がするんですが、確かね、あれ関係ないか。サントリーの花咲く香り、これか。あ、これですね。シトラホップ仕様の、サントリーの花咲く香りっていう、限定醸造のやつですね。これは第3のビールでしたが、うん。これ美味しかったんだよね。これアルコール度数いくつだ？ 5%。アルコール度数 5% ですね。まあ悪くはないけど、まあ別にそこまで良くもないかな。という感じはするんだけど。
まあ、俺個人的に普通のモルツの方がうまいなぁと思うけどね。本当はね、瓶のね、モルツもね、はぁ、瓶のモルツ飲みたかったんだけどな。とりあえず、あれ出たら、給料出たら俺何買おうかな、今度。あの、大瓶のやつ。ワンケース。何買おうかなと思ってるんですが、やっぱ微妙だな、やっぱな。これ薄い。味が薄い。微妙。やっぱキリンラガーが一番いいかな。それとも、エビスにするか。それとも、スーパードライにするか。まあ普通にあれかな、ラガーかな。前クラシックラガー買ったんですけど、瓶のやつはあんまり美味しくなかったんで。まあラガーでいいかな、やっぱな。ちょっと、エビスもいいかなと思うんですが、スーパードライも久々に。ね、今日ちなみに、あの、新潟。何度行った？ 37 度ぐらい行った？新潟。確かね。ふざけんなって。37度行きましたね。ピチガイかよ。37度だよ。新潟だよ。新潟だよ。な。大阪とかどんぐらい行ったんだろう、これ。まあ、それがわかんないんだけど。ちょっと見てみますか。大阪は何度行った？今日。大阪。え、大阪36度じゃん。俺、新潟よか低いの？一度低いの？何それ？何それ？それどうなってんの？新潟お前37度行ったんだぞ、バカタレ。大阪だったらもっと暑くなれ、40度ぐらいになればいいんだよ。もう新潟お前ただでさえ、あれ、冬雪降ってんのにさ、冬寒いくせしてお前、夏も暑いってなったらお前、あれだろ？いいとこ一つもねえじゃん。東京は？死んでしまえよ。東京35度？はぁ？何それ？新潟は37度だぞ、お前。どうなっとんの、これ。新潟おかしくね？ちょっと新潟。新潟おかしいよな。まあ、それ以上におかしいのは沖縄ですよ。沖縄。沖縄34度とかだよ。バカじゃない？舐めとんのか。お前、俺よか相当南にあるくせして、一番最南端にあるくせしてお前34度とかお前、ぶち殺すぞ。マジで。お前こっち中部なんだからさ、中部だよ。東北だよ。舐めんなよ、ほんとに。中部で新潟だけじゃん。37度いってるの。頭おかしいとしか思えんわ。本当におかしいよ、これ。しかも昨日から比べるとプラス5度だからね、暑さ。ってことは昨日も32度あったってことだよ。新潟。
お菓子。絶対お菓子。絶対お菓子、これ。もうなんか新潟おかしい。絶対おかしい。冬はなんか、ね、あの雪降りまくってさ、マイナスとかさ、平気で行くくせしてさ。夏も暑いんじゃん。バカかよ。でも実際北海道も北海道で結構あれなんじゃない？今日はあれだけど、今日は25度とかみたいですけど、今日25度とかみたいですが、夏はね、北海道も暑いんだよね、実はね。だから北海道とかね、北の方は本当に割に合わないよね。普通に新潟でも去年40度ぐらい行ったんじゃなかったかな。ちなみに今の気温、リアルタイムの気温が、今現在の温度計で、ボクチンの100均で買った温度計で見ると、はい、見てください、これ。30、これ何度これ？これ31、2、33度記録しております。見えるだろ、ここに。今、ちなみに、夜21時ですよ。9時半ですよ。バカじゃねえの？いや、しかもさ、ここ田舎だぞ、田舎。もう田舎も田舎、ビールなんて立ってねえんだよ。それでなんでこんな暑くならなきゃいけないんだよ。東京とかだったらいざ知れずさ。おかしいよな、この気温。そのくせ東京大して暑くなってねえねや。お前あれ、ドーナツ化現象で、あれだろ。ドーナツ化現象と、あとなんだこれ、東京。なんだっけ。ビルの乱反射とかの、あれで暑くなるはずだろ、普通。もっと。ずるいって。新潟だけこんなに暑くなってるの。これ、あれだよ、東京から考えるとお前。どんだけ北にあると思ってんの？お前ふざけるなよ。ほんとに。まあ沖縄はな、多分沖縄は気温的に見ると一番住みやすいと思うね。間違いなく。沖縄35度以上行かないですからね。この、ね。沖縄は、なぜかわかりますか？まあ、島国だからですね。島国っていうか。まあ、日本も島国ですけど、まあ、かなり小さい島国なんで。うん。それによって、海が周りにあるんで、気温が上がりようがない。うん。ですよね。だから、まあ、台風とかが、まああるんでね。まあ多分住むにはかなり厳しいんじゃないかなと思うんですけど、気温的に見ると、冬は暖かく、夏は涼しい。このスーパーサイヤ人みたいな。言ってるところは意味がわからないけどね。スーパーな気候条件。では、世界的に見て、俺が多分一番過ごしやすいとは思う、世界の国は、多分、まあヨーロッパでしょうね。おそらくイギリスあたりが一番住みやすいんじゃないかな。
いや、わかんない。フランスあたりか。とりあえず、地中海のあたりが住みやすいとは思うんだよね。確か。イギリス、ポルトガルとかもいいんじゃない？多分。フランスあたりとかね。かなりあそこら辺は気候的にも安定していて、涼しく、夏は涼しく、冬は暖かい。地中海性気候です。うん。久々にちょっと社会的なね、地理の問題になりますけど、地中海性気候。高校生の時に習った。いや、中学生かな。まあ、あれ、地中海があるんで、地中海は結構、なんか、モンスーンとかもあるしね。偏西風とかもあり。まあ、なんだかんだで、暖かい風と、あと暖かい、塩ですね。海の塩が暖かいっていう影響もあり、かなり過ごしやすいのは多分、ヨーロッパのあたりでしょう。特に地中海に面したあたり。ノルウェーとかはかなり寒いんですけどね。イギリスも寒いんじゃないかな、北の方になるとな。まあ、イギリスはちょっときついか。フランスじゃない？一番住みやすいの。世界的に見て。フランス。フランスあたりが一番住みやすいとこではあると思うね。夏は涼しく。冬は暖かいっていう。グッドな条件じゃないでしょうか。いや、あくまでも俺のあれですよ。個人的なあれですよ。本当かどうか知りません。俺の今、脳内では、俺はそう思ってるだけです。多分当たってます、大体。大体合ってると思います、大体。多分大体合ってる。案外当たってると思う。俺それなりに勉強はできる方だったから。さてと、いいよな、あっちの人間はな。もう暑くてさ、今パンツ一丁ですよ。上裸のパンツ一丁。コクはこれないでしょ。コクは多分ほぼない状態。あー、これ消えねえないつも。あー、消えない。くそ。うおー。コクはほぼないですね。ほぼない。で、甘み。まあ、普通。香り。まあ、普通。まあ限定醸造ですけど。まあ所詮、限定がなんかもう乱発しちゃってるんでね。1333です。ご視聴ありがとうございました。